するしない。どうも、ひなたいこです。皆さん、こちらを見てください。じゃじゃーん。高校女子オープン大会2018夏。今日は女子高生たちが麻雀を打つっていう、結構ね、今後流行ってくるんじゃないかという企画なんですけど、私の高校生時代は麻雀全然やったことないし、あと学校もあんま好きじゃなかったんで、結構午後から行ったりとかしてて、でしかも長野の山奥だったんで、電車も1時間に1本しかないし、1本逃すと絶対遅刻みたいな山奥だったんで、麻雀と出会いはありませんでした。でも最近の若者はやっぱりこうインターネットだったりテレビの力もすごいですね。あとは漫画、さっきサキを読んで麻雀やりたいって女の子が増えてて、その結果こんな立派な大会までできたらしいんですね。なので今日はその女子高生の皆さんにもお話聞いていきたいと思います。あ、見たぞ見たぞ、ちょっと小林見たゲットだぜ見たぞ、この伝統ある、はいはい、女子高校女子オープン大会、はい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 、実況といえばみささんですけど、ありがとうございます。この大会雰囲気どうですか？雰囲気、毎年やっぱりすごくこうみんなドキドキしてるんだけど、終わる頃にはみんな友達になってるのが最高なんですよ。かわいいですか、やっぱり若者。かわいい、ピチピチしてます。かわいいよ本当に幸せな気持ちになれるよ。で今日も私も一緒に幸せな気持ちを分けてもらいたいんですけど、いいですか、これここからさ、未来のトッププレイヤーが出るかもしれないですもんね。いや本当そうだと思いますよ。結構みんなプロに興味あるとかいう人もいたりするので。ミサさんから見たこの大会の見どころは、はい、一番はどこになりますか？一番の見どころか、なんでしょうね。言葉にすごくしにくいんですよ、うん、一番最初は2016年の冬だったんですけど、その時はこの女の子が制服姿で麻雀打ってるって、この絵だけでなんかこうグッとくるものがあってでもそこから回を重ねるごとに、こう何回か出場する人、初出場する人、みんなこうね、気持ちによって顔が違ったりとか、気持ちがダイレクトに伝わってくるとこかな。胸打たれますよね、打たれます、あれ見てると。ちょっと待って、変な人いるんだけど、おっ、あ、おいさん、おいさん、カールゲットだぜ。おいさん、よく捕まるね、モンスターね。もうなんかいいのばっか拾える。おいさん、はい、女子たちの暑い夏が今始まるわけなんですけど。そうだね、もう先生になった気持ちだね。え、なんか教科は、教科は何、制服で保健体育今日何で行く、何の先生で行こうか。え、でも算数、数学じゃないですよね。数学ではないね。でも林先生っぽいから国語、国語かな、やっぱり国語か、国語か何で行こうかな。するしないですよ。そう、楽しそうに、楽しそうな先生、美術の先生とか。絵得意なんですか？全然いや、楽しそうじゃん。おじさん、女子たちのこの大会、どんなところに注目してます？そうだね、だから僕たちが忘れちゃった、なんか麻雀の楽しさとか、こうなんか振り込んでも楽しい、負けても楽しいみたいな時期ってあったと思うんだけど、その辺のことをなんか一回、年に2回こうね、なんかそう初心に帰れる日みたいな、すごい初々しくてすごい楽しそうに打つんだよね。でも初心を思い出すってすごい大事ですよね。大事だよ、もうひなさん忘れちゃったでしょ。いやいや、もうすっかり売れっ子で、昨日のことのように覚えてすっかり売れちゃって、もうさ、あの夏休みの思い出とかちゃんと取っとくタイプなんで。ほんと、おひさんとはちょっとそこは違うんで。もう忘れちゃったよ。おひさんもうね、輝きすぎちゃってもうスターですもんね。やめてくださいやめてください。さあ、この2人で今回また素敵な実況解説ということなので、こちらも見どころですね。おひさんとやるの楽しみですね。嬉しいですよ今日は皆さんよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、第2回優勝の廣岡里奈さんが今日は来てくださいました。よろしくお願いします。1年前ね、優勝されてる、はい、あの時の思い出ってあります？あります。どうでした？もうなんか嬉しすぎてコメント広かったなんかすごい可愛いすごいなんかね、1回も負けてるんで、悔しさがちゃんと嬉しさに変わった瞬間ですもんね。今日は解説もするってことなんですけど、
選手たちとちょっとお話とかしました？少ししました。みんなどんな感じでした？緊張してました。やっぱりみんな初めてなんで緊張してて、可愛くて可愛くて。自分の時もやっぱりあれぐらい緊張はしてたんじゃないかな。1回目はしてました。なんか2回目だと知ってる人いて離れっていうか、ある意味離れそうだよね。友達ができるって言ってたもんな、はい。ってなる と, なるとぜひ今後この大会に出てくる皆さん、出たいなって思う若い子たちに向かってアドバイスとか言葉をかけてあげるってなると、どんな言葉をかけてあげたいですか？とりあえず出てみたら何か変わると思います。めっちゃ楽しいです。出てみたら何か変わると思います。なんでぜひね、はい、新たに参加者が増えると嬉しいですよね、はい。で今日解説頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。りなちゃんでした。みなさん、全自動麻雀卓触ったことあります？お家にある？親戚の親戚の家にある。お金持ちの家庭かな。宿のみんなはあります？ない。この卓見るの初めて。このピンクはちょっと変ですけど見るの初めてですか？初めて。このタコもやるんですか？これいちごちゃんです。あ、そっか、これいちごちゃんか。すみません、続けてください。ね、今日はね、みんなカメラの前で打つの初めてですか？去年とかみんな出てないですもんね。初めてですもんね。そしたら、今日は見てくれる人がいるっていうのをまず心のどこかに置いてほしくて、で大事なのがまず一つ目、こっちからみんな映ってます。ここの席はこうやって、あ、みんなこっちから、ここはねこっちからって、みんなカメラがあるから、左手がこうこっちにこうやってあったり、肩がすごい入るとここの持ってきた牌とか全部の手牌がここのカメラから抜けなくなっちゃうんですね。なので左手は基本こう並べるとき以外は、倒すときとか以外は、膝か、まあ、あってここら辺かな、ここに置かない方がいいかな、上に。そうすると見えなくなっちゃいます。あ、エミナちゃんの、あ、秋田からじゃあ一緒に。そうですよね、はい、怖いですもんね。急に大塚とか言われても怖いですよね。一緒についてお兄さんとお姉さん、はい、可愛い妹が麻雀を覚えて、はい。お二人も麻雀するんですか？私はします。お兄ちゃんはするの、はい。お姉ちゃんは明日からですね。じゃあで、お母様とお父様は麻雀をやってる娘さんを応援しに。そうです。かなりこれ献身的なサポートじゃないですか。お母様は娘さんが麻雀やられてるのはどうなんですか、お気持ちとして？なんか少しでも頭の回転が良くなるから、ちょっと遅いんで。ちょっと遅い子なんだ、はい、切り替えが早くなるようにと思って。それは聞きますよ、はい、麻雀、はい、それにはすごく麻雀がいいって聞いたんで、うん、回転を良くしていただいて、ね、お父さんから教えてもらったんだよね、はい。お父さん麻雀強いの？いや、そうでもないか。そうでもない。わかんないです。大したことなかった。お父さん倒したもん。お父さん、いや、まあ日によってです。お家で一緒に打つんですか？家族で。それは何、手積み？いや、全然ちゃんと、ちゃんと裕福な家庭の子だ。そうだ、すごいね。5人家族なんで誰かしら揃ってた。お子さんが子供3人3人いるんだ。上下？一番下です。あ、上に2人いるんだ。その上の奥さんも麻雀されるんですか？やります、やります。そうだ、じゃあもうちょっと早くこれがあれば。そうですね。3人いけたってことだ。皆さんの熱い応援がきっとね、私は運だけじゃないと思ってるんで、応援と気持ちも大事だと思うんで、ぜひ皆さんしっかり応援してくださいね。ありがとうございます。RK に優勝したおめでとうございます。ありがとうございます。どうも、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 見てました。麻雀最強戦チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、小林美沙です。さあ、日本で一番麻雀が強い女子高生を決める麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏の開催です。ここからのコーナーは私、日向愛子が女子高生の皆さんにお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
まずは皆さん対局お疲れ様でした。予選が終わってこれから決勝があるのにちょっと変なおばちゃんに絡まれてごめんねいろんなこと聞いていこうと思うんですけど、皆さんまだちょっと心の距離がすごい多分あると思うのでちょっと歩み寄ってほしいので学校のお話を聞こうと思うんですね。女子高生って響きだけでちょっと ときめくんですけども、何年も前なので私、皆さん学校は楽しいですか？はい、そうでもないですねそうでもないですね。島村さん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。このお決まりです、王様のマントおめでとうございます。はい、おめでとうございます。島村奈々ちゃん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。強かったねありがとうございます。なんか積もり数万個も積もっちゃうんじゃないかと思ったもん、あの時すごい。どうだった、打ってみて決勝まで。はい、すごい緊張したんですけど、まあ、頑張ってちゃんと打ち切ることができたので良かったです。かなりの安定感と弾力の高さを見たんですけど、また冬の大会も出場しますか？はい、ぜひ予定があれば予定があれば連覇かかってますから、ね、連覇、そうですね。しかも解説の大井さんも、はい、ここから島村時代が来るって言ってたんであれはもうちょっと新たな麻雀界のスターが出てきたんじゃないかなってぐらいいい対局だったと思います。じゃあまた新たにこう次のライバルになるかもしれない方が多分たくさん見てると思うので、このライバルたちにも一言いただいてもいいですか？どんな人が相手でも楽しく打てるように頑張ります。とても爽やかいいね。今日はご両親にもいっぱい褒めてもらってください。はい、ママパパ勝ったよ。あ、いい、ママとパパに感想を言う。高校女子オープン大会の大会を見つけてくれたお母さんと、あと私が麻雀してる時に技術の指導をしてくださった、お父さんありがとうございます。お二人の力のおかげで優勝できました、はい、ナナおめでとうございます。ありがとうございます。ということで動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。